玄関上がったらもうすぐ階段みたいなお家で、もう20段ぐらいあるんですけど、それを上がるとこういう感じですね。こんな感じです。多分お部屋は7畳ぐらいかな。まず全体はこんな感じ。多分リールだとこの角度とかこの角度が一番いいかな。で、多分最後にここで外にこう出ていくみたいなシーンをよく撮っていたんですけど、一個一個説明しますね。じゃあとりあえず、まず入ってすぐのここは割とクリスマスぐらいに作ったんですけど、これはイケアの棚です。3000円ぐらいで買える。ただこっち開かないの。こっちしか開かないからちょっと注意。今はバレンタイン仕様にしてあります。ここはほとんどフライングタイガー、これは多分お皿、フライングタイガーのお皿らしいんだけど、まあ、立てて飾って、これもフライングタイガーのお菓子、これもなんかセールになってたから、あ、割れてる、今気づいたで、あとこのミラーはフライングタイガーです。かわいい。1000円もしなかった気がする。で、これはクリスマスだったんだけど、そのままいけそうなので置きました。で、こっちもかわいい画像が貼ってあります。こんな感じ。次は着用コーナーって感じです。お仕事柄、そのシーズンのお洋服とかを着るから、他と一緒にクローゼットにしまうと、なんかどれが今着れるやつかなとかわかんなくなっちゃうので、これまとめてます。なので朝はここでパッと支度して、でお洋服選ぶみたいな感じです。収納だけの見せる収納だから、こういうちょっと可愛いのも置いたりとか、こういう風にバッグもかけたりスカーフもかけたりしてます。ミラーはピンク、セカストで1000円ぐらいで買ったの。なんかここのテーマは本当にバービーのクローゼットみたいな、お部屋みたいな感じですね。ここはバービーのクローゼットっぽくしたかったから、結構なんかそのまんま置いてるこういうのとか、ここはこの韓国かな、マロンズっていうフェルトの入れ物、他にも使ってるので後で見せるんですけど、なんか本当にお家のテーマが生活感あるおしゃれさみたいな感じだから、こういうちょっと乱雑なのもあります。これはカーテンはこっちにレースっぽいものを入れて、こっち奥の方に普通のカーテンをしてますね。で、このカーテンは楽天で買いました。でも結構これのカーテンが割とポイントかもしれない。カーテンって結構面積取るので意外と印象変えますよ。こんな感じです。こっちは多分あんまり映したことない。こんな感じ。これはIKEAの照明で、まあ、なんかここら辺は本当に飾りって感じで、本当に色々って感じです。次こっちがなんかアクセとか香水と、まあちょっと飾りだなみたいな。一番上は結構なんだろうな、なんかピンタレストで見つけた海外の女の子のドレッサーみたいな感じをちょっとイメージしてます。2段目が1段目のちょっと延長線上みたいな感じで、こっちは結構アクセがメインですね。ちょっと大きめのピアスとか、ここにネックレス類があったりとか、ここリングとかです。で、ここはなんかネックレスかかってて、これは何歳だ、21歳の時に誕生日に
彼からもらったものなんだけど、かけたらなんか可愛いからかけてます。でこのミランダカーのなんかルックブックみたいなやつはなんかたまたまブックオフで見つけて可愛いなと思って買いました。安かったしね。これ何っていう感じだと思うんですけど、これはフルートの置物です。私中高と6年間フルートやってたの で3段目なんですけど、私っぽい感じかな。でこれはフライングタイガーで買ったこういういろいろ入るやつ、思い出の写真たちを入れていて、でここに香水とかをまたこれも乱雑に置いてますね。なんか空間埋めるのはこういう感じで貼るととにかく可愛いのでおすすめです。あのカフェとか古着屋さんとか行くとショップカードみたいなのがいっぱいあると思うんですけど、それがなんか気づいたらすっごく溜まってたので貼ってみたら可愛かったです。でこういう紙はあのピンタレストで画像を見つけて、印刷して貼ってます。でちなみにこれなんですけど、これ私が作ったのフルイドアートかな。こうなんかインクをバーってやってプラスこの字も自分で書きました。あ、よくこれ何で貼ってるんですかって言われるんですけど、こういう感じでもうマステで貼ってるんですね。ただすごい落ちるの、こういう感じで剥がれてくるから、あのここら辺は剥がれちゃったで落ちてそのまんま貼らずみたいな感じです。でこれの置いてあるこれはあのジャンクのレコード、ブックオフに行ったら売ってて、しかも見て110円、これ綺麗に剥がれなくてそのまんまにしてあります。そう、こういうところがねちょっと雑で、これですね、ソファ。ソファは季節によってちょっと変えようかなと思ってて、今は冬仕様でこんな感じですね。そう、今冬なの でしかも私今仙台で東北住みなんです。なので母が寒い、絶対寒いからって言ってこたつ、実家にあったやつを今借りてる状態なんですけど、このラグは楽天です。でこたつ用とかではないんだけど、あの下にこういう感じでちょっとあったかいようになってます。でこのこたつの布団をめちゃめちゃよく質問いただくんですけど、もう普通のこたつの布団の上にあの IKEA のオフェリアっていう、一応毛布なのかな、をかけてなんかこんな感じのふわふわみたいな感じにしております。これ私すごいお気に入りなんですね、 IKEA のやつに金のなんかカフェカーテンみたいなのこうつけて、ちょっと見た目華やかに気持ちねしてるんですけど、これめちゃめちゃ明るいから夜とかこれつけるだけで上の照明いらないの。こんな感じです。そしたらキッチンの方に行きましょう。生活感ありますけど、こんな感じのキッチンです。こんな感じで結構もう意外と私お料理するんですねなのでこうすぐ取れるような感じのキッチンになっています。でここにもこういう感じで貼ってます、可愛いから。でここら辺は本当にまた見せる収納みたいな感じで、これはねお茶なのもらった。これ辺は調味料とか、これはクリスマス今年のやつ、今年23年のやつと、あの引っ越すので今はもう洗ったんですけど、ここにオリーブオイルとかを入れたりとか、ジューサー、ミキサー、これもアウトレットで、これ可愛かった、すごい安かったからゲットしました。でここは本当によく使うものたち、ここら辺も可愛いのいいなと思って。ちょっとこれはね両親の昔の写真なんですけど、あんまりね写すと怒られるのでこんな感じで、この磁石マグネットはほぼほぼニコ&の雑貨、こういうなんかねケロックもなんだっけ、
けど、コラボ系のこういうマグネットがすごい可愛くて、毎回可愛いマグネットが出ると絶対買うっていうようにしてました。ここのキッチンあんまり収納がなくて、普通ここにあるじゃん、上がないから、こっちはなんか本当にゴミ袋とかフライパンとか、あと油とか入れてて、もういっぱいなので、食器をこっちのワゴンに、このワゴンは IKEA のほんと安いやつなんだけど、私これで3軒目なのね、一人暮らしで。その一人暮らしの家によってこのワゴンを本当に使い、いろんな場所で使ってるから、すごい使い勝手いいですよ。毎回違うように役割を果たしてくれています。キッチンはこんな感じでよろしいでしょうか。したらこのうちちょっと変わってて、このキッチンの横に収納があります。ちょっとお洋服がもうめっちゃ多いので、ここもちょっとぐちゃぐちゃですいません。あんまり見えないんだけど、こういうラックになってる突っ張りのやつと、普通にこうラック、ハンガーラックになってる突っ張り棒のやつを2個、この収納のスペースに入れて、こんな感じで入れてます。で、本当はね、結構こうカテゴリー分けしてね、こう色順に入れてたんだけど、結局さ、こういう下のを取るとさ、下に戻すのめんどくさいなって思っちゃって、でここも奥行きがないから、こうまっすぐハンガーが入らなくて、こういう武器になってます。でここにもバッグとかもかかってて、ほんとちょっとあんまり見せれないけどまあもうね、引っ越すからね、すいません、こんな感じで。でキッチンの奥を抜けると、こういう空間になってます。リールだとこの角度も多いんだけど、ここが洗面ですね。ね、この貼ってるこれも全部ピンタレストで見つけて貼ってて、注意書きみたいなのあるじゃん、それがちょっと可愛くなくて貼ってみました。ここにタオルとか下着とか、お風呂で上がったらすぐ使うもの入ってて、ここにまあ洗濯のネット類が入っておりますね。で、これなんだけど、ここは本当に洗濯の洗剤。この風呂敷はラッシュのやつ、いただき物です。秋田から移動するときにもらったやつ。かわいい。本当にね、生活感結構あるでしょう。ちょっと恥ずかしいけど。はい、以上です。で、ここはロフトの階段ね。すごいね、狭いのよ足縦に入らないで、多分気になるロフト、こんな感じなんです。広くないですか、めっちゃこのベッドがセミダブルなんだけど、もう一個は絶対に置けるくらいのサイズ感です。ただね、天井は高くないので、結構頭ぶつけるの最初の方は。で、布団と、まあ、若干の物置。ここは短いアウター。これもね、本当は下に収めたいんですけど、一旦ちょっと、この IKEA の短いラックを買って、ここに入れてます。一応こっちも落としておく。こんな感じです。ちょっと、隠したい部分いっぱいあるけど。で、ベッドですね。ここはなんか、もうちょっとなんかしたかったんだけど、なんかあんまりもう置いただけですね。で、ここは英字新聞を切り抜いて貼ったり、チェキを貼ったりして、なんか下とはちょっと違う雰囲気かな。で、このカーテンは下で使ってる紫と同じ素材なんだけど、短めのやつ
で前の家は使うとこがあったんだけど、ここはないのでここにちょっと貼ってみました。で布団はこれは IKEA のやつ、多分よく見たことあるかな。でこれも IKEA だし、こんな感じ、セビダブルです、マットレスは。でここは私意外といただき物とかでダッフィーちゃんたちが割といて、なんかしまっとくのはかわいそうって思ったので、ちょっと暗いんですけどこんな感じで置いてます。この窓がこういう感じでありますね。こんな感じで寝室みたいな感じにロフトが使っております。前まではね、布団カバーピンクにしてました。でもこれがなんかすっごいインスタでいっぱい出てきて、海外のインスタグラマーの方のお家でこれめっちゃ出てきて可愛くて、 IKEA で多分キッズなんですよ。まあ普通に使えるから買いました。ロフトは以上です。はい、一通りお部屋を回ってきたので、ルームツアーはこんな感じでよろしいでしょうか。私もこの家すっごく大好きだったので、ちょっと次の新しいお家に行くのは少し寂しいんですけど、また次もね、どんな感じのレイアウトにしようかなと楽しみにしているので、私のインスタだと結構そういうのすぐ載るかなと思うので、フォローお願いします。私のお家はこんな感じでした。はい、バイバーイ。